本日は大変お忙しい中、またご多忙中もかかわらず、多くの皆さん方にご参加いただく中で、昨日正式に決定いたしました第32回オリンピック競技大会東京大会の自転車競技ロードレースが本県の道志村、そして山中からも通過するコースが決定したということでございます。これもこの1年半にわたり、浅川連盟会長をはじめ多くの皆さん方のご努力の成果が実ったものと、心から関係各位にお礼を申し上げるともに、昨日すでに道志村、また山中村では解散が決まったことのお祝いという形で本格的な準備をスタートしたところでございます。今日この除幕式を契機に、県でもオール山梨体制で機運の盛り上げのみならず、万全な体制で2020年7月25日、26日を迎えること、そしてさらにはそれを続いて世界に山梨の魅力を PR する絶好な機会、この好機をきっと捕まえながら対応していくという形で、先ほどツール・ド・フランスにも何度も出場されております今中大輔さんをこの競技における本県のアドバイザーとして、今後各種のイベントそして催しに積極的にご参加いただき、自転車の魅力、さらには本県の魅力を国内外に積極的に PR したく、そんな役回りもお願いをすることでございます。来年のフリー大会を考えますと1年を切っております。本大会までも2年を切っております。そんな意味において、それぞれ自治体そして大会組織委員会それぞれの役割分担ありますが、力を合わせてオリンピックの競技種目が本県で初めて開催されるというこの絶好なチャンスを大いに県民の皆さん方で共有をしていただきながら、オール山梨で受け入れ体制の準備、さらには魅力の発信という2つの命題を同時に解決をしていただきたいというふうに思っております。県も新しい体制を仕組みながら、そして県外の、お助けもいただきながら、そして関係する自治体とも力を合わせて対応することをお誓いをし、今日まで本当に正式決定までご尽力いただきました浅川会長はじめ関係自治体の皆さん、多くの県民の皆さん方のご尽力に重ねてお礼を申し上げまして、除幕式にあたっての主催者としてのお礼のご挨拶にさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。3、2、1。それではただいまから第32回オリンピック競技大会自転車競技ロードレースの山梨県開催決定に伴う記者会見を行います。本日の出席者をご紹介申し上げます。まず本日山梨県東京2020オリンピック自転車競技ロードレースアドバイザーにご就任をいただきました今中大輔様でございます。よろしくお願いします。次に山梨県自転車競技連盟からお二方にご臨席をいただいております。会長の浅川力蔵様でございます。副会長の桜本博樹様でございます。よろしくお願いします。最後に山梨県の後藤知事でございます。それでは早速でございますが、報道機関の皆様方からご質問をお受けいたします。挙手の上ご質問をお願いいたします。はい、どうぞ。三日分土屋です。まず出席者もすみません4人の方々に一夜明けての喜び声というか受け止めを一言ずつお伺いできればと思います。昨日有国大会組織委員会で、正式に決定をいただいたという形で、昨日も嬉しく思いましたし、今日はそれ以上にですね、実感が湧いて、初めて山梨県が、
オリンピックの開催権になったということで、これからいろんなことが、これを通じて、県民の皆さんの力合わせできるなということで、本当に嬉しく思っています。はい、チーと一緒に、昨年からこの我々自転車競技連盟のものと一緒に精一杯頑張ってきた報われたというふうに感じておりまして、大変感激しております。はい、世界に発信できる、本当に大きいイベントとして2020年からスタートすると、そしてまた2021年からはレガシーとして地域に根ざしていくという、そうした新しい期待が持てるイベントでありますので、山梨における経済波及効果をどのようにして伸ばしていくのか、地域の方と連携をしてですね、あるいは経済界の方とも連携をして発信をしていければと思っております。どうぞよろしくお願いします。一夜明けまして、ちょうどワールドカップとかサッカーワールドカップ、そしてツールフランス終わったところですけれども、このサッカーでいうと本当に頂点の皆さんと同じような存在、ツールフランスに出るような存在の選手たち、そういう選手たちがこの山梨を駆け抜けるということで、本当に夢の空間が生まれるんだろうな、それを県民の皆さんに見ていただくことが本当に幸せですし、それを世界に発信できる、富士山をバックにした戦いというのを発信できるというのは非常に夢があるなというふうに実感しております。他にいかがでしょうか。先にどうぞ。はい、山梨放送の音黒と申します。父に一言お伺いしたいんですが、この開催が決まりましたけれども、この開催の意義というのはどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。はい、難関コースという形でですね、アップダウンがあるという地理的な要因、さらには、カーブも含めた部分、これは山中さんがご専門でありますけれども、さらには、そのコースのですね、景観力という2つが、国際自転車連盟から、お認めいただき、そしていろんな自治体間の調整がありましたけれども、山梨の道志山中のコースが、正式に昨日決まったと。という形で、あるいは、国内の全体が山梨コースを応援していただくということで、本当に嬉しく思っています。でこれは先ほどもお話をしましたように、次のステージにつなげていく、すなわち一つは、万全の体制で、7月25と26が、男子女子のですね、ロードレースがしっかり、万全の体制できること、さらにはその前後を通じてですね、山梨の魅力をですね、発信をし、観光振興や地域振興、そして山梨県の発展につなげていくという2つの大きな土台ができたという形で、今日からが除幕式の部分、これからが本格化ですから、先ほど今中さんにアドバイスをお願いしたのも、海外のいろんな経験を有し、そしてどういう形でメッセージを発したり、コースをですね、いろんなの準備をすればいいのかという、いろんなご経験をお持ちですから、これからの実行委員会の中の専門部会もですね、設置をしながら、やっぱり岸との何がこれから必要なのかということは、当然今までも準備をしてきましたけれども、今日からそれを加速をして、しっかり来年のまず、プレ大会に向けてですね、体制を作り、そしてそれを通じて、本大会に持っていけるように、しっかりやっていきたいということを改めて感じています。はい、どうぞ。ラジオ局 FM 宮司の小林と申します。今中様にも、改めて聞きたいんですけれども、今回の、コースの、魅力といいますか、そういった特徴とかそういったことをお聞かせください。はい、今回の東京オリンピックに関してはオリンピックパラリンピックに関しては例年にない非常に厳しいコースになりました。この厳しさというのは、通常は周回コースになるわけなんですが、そこの一部に、ちょっと厳しい坂
坂道を入れたりっていう変化を持たせるんですけれども、この244キロにわたり、もう勾配の変化もあり、1回登り始めると1000メートルぐらいをこなさなきゃいけない、そんな標高差もあるような坂も登場します。一方で、勾配が 22% 以上あるんじゃないかと、まあ、20% 以上っていうふうに示していただければ間違いはないんですが、そういう激坂もあります。そういう勝負どころになるところが随所にある。選手も客室っていうふうに専門的には言いますが、選手もタイプがありまして、ヒルクライムに強い、登りに強い選手と、スピードを持っている選手、あるいはスプリントに長けた選手、それぞれいるんですが、どちらかというとヒルクライムに得意な選手がこのコースに適しているんですね。でもスピードがある選手だったら、もっと先の、最後の勝負どころじゃない、もっと先の部分で仕掛けなきゃ勝利が巡ってこないわけですから、そういう展開の面白さっていうのもこの厳しいコースが生んでくれるんじゃないかなと思います。でこの厳しいコースが例えば空撮が入るとしたら、非常に、見てて、雄大で、そしてレースの醍醐味っていうのが伝わりやすいコースになっておりますので、動詞からの上り、それが最初の上りですが、山中湖に入って、回ってきて、また山中湖を巡るようなコース、その時には本当に勝負が 最後にかかっているところですね。そういった展開、変化、景観、全てを味わうことができるようなコースになっていると思います。4800m 以上の獲得標高も、これはもう後で聞いて皆さんがびっくりするような標高差になっております。獲得標高になっております。これも、まあ、やはりオリンピックに出て、自転車ファンなら、のみならず注目するところになると思います。他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。UTY の清水と申します。父にちょっとお伺いしたいんですけども、まあ、期待感というのはすごい伝わってくるんですが、一方で課題も当然あると思うんですけども、受け入れ体制、警備体制というのはもう今現在どのように考えていらっしゃいますでしょうか。当然大きなメリットが中にですね、今はご指摘いただいたように、いろんなこれからの解決しなければいけない課題というのがいくつかあるというふうに思っています。これがまさに実行委員会というのは少し大きな組織体でありますけれども、専門性がある、例えば警備であれば県警本部、ないしはボランティアの皆さん、そして もちろん関係する道志村山中の皆さん、さらには業務連盟であります自転車連盟のですね、専門性の皆さん、そういう専門性の皆さん方でその課題をですね、どう解決できるのか、課題ですから、やっぱり時間をかけながら、きちんと対応ができれば、その課題というのは解決ができるというふうに確信をしています。まあ、今、まだそれぞれの関係者ごとに少し、同じ方向感で必ず知っているかどうかというのは、よく分かりませんけれども、今日からその正式なスタートということですから、できるだけ早く、その専門部会等もですね、開催をし、今ご指摘いただいたようないくつかの課題というものをしっかり解決をしながら、来年のブリ大会、そして2020年の本番を迎えたいというふうに考えています。続けて、まあ、同じような回答になってしまうかもしれないですけども、道自体がこう事故の多い道っていうのも当然県としては把握していると思うんですけども、その辺も同じような形で課題だと思うんですが、はい、これはですね、今中さんのように、まあ、国際大会いろいろご経験をされ、今回新たに組織委員会からも標準基準的な、まあ、いろんな仕様というものが多分具体化をしてくると思います。でそれを踏まえて、それに沿ってですね、体制を整えるという部分で、必要が予算的にかかれば、
議会にですね、補正予算等で対応をお願いしながら、まあ、しっかり対応していくということですから、ただそれが今どのくらいの規模になるのかということを、問われれば今の時点ではよくわからないというしか言うしかございませんけれども、いずれにしても、しっかりと課題解決に向けて、最大限関係者の皆さん方と力を合わせて対応を進めていきたいというふうに考えています。他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。読売新聞の根西と申します。朝会課長、会長にお伺いしたいんですが、今回はレースコースが決まったということで、もちろんトップクラスの人たちというのは、まあ、それの戦いを見るというのはとても楽しみなことだと思うんですけれども、一方で競技人口の拡大、裾野の拡大なんかにも、いろいろチャンスになるかとは思うんですが、連盟の方で何かそういったイベントをやったりとか、裾野の拡大に向けてお考えになっていることがあれば教えてください。はい、今まで、富士山のヒルクライム、まあ、これ1万人以上の人が、まあ、参加しておりまして、まあ、今年15回目を数えたわけであります。また一方サイクリングイベントとしては、グランフォンデ八ヶ岳、これも今年、10年目を迎えるわけでありますし、まあ、山梨県でそういった形の中で、まあ、自転車競技の中で一番厳しいと言われている BMX の練習場も山梨県にはございまして、そういう面で言いますと山梨県はやはりサイクル王国にしていこうというふうな部分で私ども全体で頑張っておりますし、まあ、桜本副会長が今日見えておりますが、まあ、南アルプスの方でもユネスコエコパークに認定されてから、計画を今進めておりまして、まあ、近い将来には南アルプスにも、サイクリングイベントができるというふうに思っておりますし、まあ、各種、まあ、境川の競技場も私ども、委託を受けておりますので含めて、山梨県をサイクルスポーツ王国にしようというふうに、努力をしておりますし、まあ、子どもたちに、輪を広げていく、まあ、という取り組みも今しております。以上です。他にいかがでございましょうか。どうぞ。朝日新聞の平畑ですけれども、知事に改めて先ほどアドバイザーに職された今中さんへ期待されることをお伺いしたいことと、今中さんご自身に今後考えていらっしゃる活動内容であればお伺いします。はい、今先ほど峰さんからの質問にも関係しますけれども、やっぱり今中さん本当に世界中のいろんな このレースにお出になって、まあ、国内のですね、重要なレースも熟知をされています。そういう意味ではまず自転車の魅力というのをですね、まず県民のたくさんの方に知っていただきたい。それを通じて今競技連盟もそうですけども、県全体でも自転車活用推進計画の山梨県版を作ろうという形で、各地域ごとの魅力をですね取り入れた形で、対応を今検討を進めています。そういう意味では今中さんにはそういう中での魅力と、さらにはいろんな県外海外にお出かけになるときに、山梨のこのコースはこんないいとこあるよという、あるいは、山梨大使のですね、国内国際版というような大きなフレームの中で、縦横無尽に、魅力の発信と自転車と、そして山梨の魅力の発信にお勤めをいただきたいというふうに願っております。はい、知事のお言葉ありましたが、本当に山梨たまたま居ついてもう20年ぐらい過ぎますけど、非常に自転車に乗るのにいい地域ですね。海外、特にイタリアのチームにいながら、ヨーロッパの主要な7カ国ぐらいのレースはもう常に走り続けてきたんですが、中には、まあ、スイスの、まあ、登山鉄道があるような非常に景観のいいあたりを含め、フランスの山岳、そして国葬地帯、さまざま走ってきましたけれども、綺麗なところはたくさんあります。絶景のポイントがあるような地域もたくさんありますが、山梨も負けてないなっていうのは
実感しております。山梨のいいところは程よい盆地があり、その周りにたくさんの峠があり、それをコースにすることができる、まさに本当にプロ養成坂がたくさんあるような状況であります。チームを作ったらさぞかし強くなるだろうなと思うんですが、その周りに広域濃度が、非常にきれいな広域濃度が整備されてできている、フルーツラインもそうですね、南アルプスのあたりになるとウエスタンライン、その他名前を、あまり聞かないようなところを含め、曽根のあたりとか、あるいは、明野のあたりとか、いろんなところにきれいな広域濃度があります。これは山梨ならではのことだと思うんですね。信号も少ない、都内からサイクリストが来たらもう存分に楽しめるところですね。私も SNS で発信しておりますが、写真にこと書くことがない、そんな地域です。それをオリンピックが通過することにより、よりそのイベントを開催する、あるいは PR する活動をしていく、それもイベントによることが多いと思うんですが、それをさらに進めていくことによって、より皆さんに知っていただくことができると思いますので、山梨にその自転車による少し活気を、大きな活気をですね、喜び、それが県民の皆さんの喜びになり、活気になっていければいいなというふうに思っております。一部に、今年の春4月にですね、信玄公祭りでロードレースをもう半ば強引に入れてもらいまして、20分間やりましたが、あれは本当に集まった方々が非常に歓喜の渦を作るような、非常に盛り上がる状態になりました。そういう街中でも皆さんに知っていただき、そして、各地のイベントでより、その良さというのを知っていただく、県民の皆さんにも知っていただく、ボランティアでも手伝っていただきながら、そんな状態を作っていきたいと思います。他にいかがでございますか。はい、どうぞ。知事にお伺いします。NHK の東ですけれども、これから、2020年あるいはそれ以降に向けていろんな取り組みがあると思いますけれども、現状で今その克服しなければならない課題、改めて聞かせてください。一部報道にも出ていますけれども、この1年半もいろんな、もちろん中での準備というものはしてまいりました。その際にやはり安全性というのをしっかり確保しなければいけないという形で、いろんなアップダウンというのを今、井上さんがおっしゃったとき、本当にある意味では、レーサーにすればですね、選手にすれば、選手冥利につけるような高低差ということがありますけど、カーブも含めて、急な部分もあります。その安全対策をどうするかということや、当然、ボランティアの皆さん方にお手伝いいただくという形で、やはり自治体、その関係する道志山中の関係自治体だけでは全体のボランティアが足りないという話もありますので、これはこれからきちっとその専門部会も含めて整理をして対応しますけれども、そういう課題というものが当然あるのでですね、そういうものは解決できない課題では私はないと思っていますので、そのもう一度精査をきちっと専門家関係者の皆様方にし、そしてそれをできるだけ早く、普通というかですね、安全対策も十分なというものを含めた、万全体制で来年のプリ、そして本番の2020年という形に臨みたいというふうに考えています。他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。日経新聞の三浦です。今の課題のお話します。今の課題ということで知事が少しお話されてましたけども、プロの目から見てですね、今回のコース、全部走ったことあると思うんですけども、ここをこうした方がいいとかですね、ここはもうちょっと足りないんじゃないかとか、そういうの具体的なアドバイスがあったらお願いします。元プロのレーサーとして意見はですね、本当にコースが設定されたらそこをいかに速く走るかということが、プロなので、
で中にはやはり歴史上価値のある石畳を走ったりとか、ダートの部分があったり、ちょっと際どいようなトリッキーなコースを走ったりということもあるんですが、それを克服していくっていうのが、まあ、プロの選手だったりするんで、ただオリンピックに関してはなるべく皆さんがそのスピードの速いレンジで走って危険がないようにっていうふうな配慮をしなきゃいけない、まあ、これはオリンピックならではのところですが、そんなところで、少し、路上を見ながらとか危険箇所があるようだったら飛び出さないような処置をするとかっていうことが必要になってくると思います。基本的にはもう設定されたそのルート、まあ、走ってみた部分がそうですね、車で走ったところを含め確認できたところっていうのは半分ぐらいかなとは思うんですが、ほぼどこも走りやすい状況にはなっていると思います。よろしいですか。はい、どうぞ。はい、であともう一つ、先ほどの裾野の拡大という話で浅川さんの質問とかであったんですけど、このオリンピックをきっかけにですね、その県民の人たちが自転車に親しむためのこう県であり、コースっていうのは欲しいと思うんですけども、そういう場合見た場合ですね、富士山周辺ですね、なんか一般の人がね楽しく走るためにこういうことをやっぱりしてほしいとかね、こういうふうになったらいいなっていう希望ってありますでしょうか。はい、富士五湖あたりは自転車でサイクリングするには適したところですね。特に山中湖はもう早くから自転車道っていうのができていて、サイクリングロードができていて、マーキングを含め非常にフレンドリーな、自転車にフレンドリーな、分かりやすいルートが作られている。できれば川口湖もそうですし、富士五湖すべてが走りやすい状態になっていけばいいなというふうに思いますし、そこだけではなく、まあ、自転車活用法という法律もできまして、それをこれからさまざまな全国の自治体が活用していくことになるんだと思うんですが、いち早く、まあ、山梨が自転車にフレンドリーな県である、オリンピックも開催される、走るところはたくさんいいルートがあり、もう自転車サイクリストの天国なんだよっていうことを PR することがやはり求められると思いますので、できれば県内のさまざまなところ、幹線道路とか自転車が走りやすいところにブルーラインっていう自転車と車とオートバイと歩行者とみんなが共存するんだよっていう意味でブルーラインっていうのが自転車に優しいっていうところで、まあ、引かれてはいるんですけれども、まあ、大きな意味では共存ですね、共存するための意識を持ってもらうためのブルーライン、それを細い道もやはりそれがあるから気をつけるっていうことになっていくので、やはり県内全体で、できれば一斉にそのブルーラインっていうのが引かれるような状況になるといいのかなというふうには想像します。はい、そうすると県民の皆さんもちょっと利用してみようかな、あるいはちょっとサイクリストに優しくしていこう、そもそも山梨県はマナーいいです。自分たち走ってても車ちょっと避けてくれたりっていうのが都内では考えられない、周辺の県では考えられないぐらいマナーがいいので、それをもっと推進していければいいなと思います。ありがとうございました。他はいかがでしょうか。はい、それでは以上をもちまして第32回オリンピック競技大会自転車競技ロードレースの山梨県開催決定に伴う記者会見を終了させていただきます。誠にありがとうございます。ありがとうございます。